私は宮島千鶴、自閉症だ。子供の頃、私は3歳になっても言葉が話せなかったらしい。それだけじゃなく、空き缶を積み重ねるという遊びを永遠に繰り返し、それを止めようとすると怒り出すため、親は心底心配した。先生、千鶴はどうなんですか？もう3歳なのに言葉を話さないんです。これは自閉症スペクトラムの可能性がありますね。自閉症？はい、強いこだわりや極度の自己中心的思考などの特徴が出ます。そんな。ただ10人に1人は自閉症ですし、日常生活に支障が出ない人もいます。原因は分かっていません。自閉症の2大特徴は、対人関係がうまくいかないことと、こだわりが強すぎることだ。ちずちゃん、この後みんなでカラオケ行かない？カラオケ興味ないからいい。行こうよ。なんで？私は子供の頃から興味のあるなしが極端だった。好きな教科も少ないから。はい、宮島、数学と美術は5で、他の教科が全て1、2か。大学進学は考えているのか？いえ、まだです。就職するのもいいが、どちらにしても自分がどうなりたいかは早めに決めておいた方がいいぞ。はい。今からスタバ行かない？いいね。ちずちゃんも誘わない？え？もういいよ、あいついつも断るじゃん。そうそう、偏屈だし。自閉症の人は対人関係がうまくいかないので、いじめられることもよくある。故に引きこもりや鬱などの二次被害が出る人もいる。ふぅ、理解者は君だけだよ。私は親と相談して都内のエフラン大学に進学し、これからは IT が来るという根拠のない推測で情報科学科に入った。そしてそこでプログラミングに出会った。うわー、ちずちゃんなんでそんなにプログラミングできるの？え？だってこれ前授業でやったじゃん。ちずちゃん記憶力良すぎ。普通だよ。どれどれ。このコード確かにこれでもいいけど、なんでわざわざ余計な部分が書いてあるの？それは私がこのコードを書いたことがわかるためです。へえ、こだわるね。宮島さん、アンダー22プログラミングコンテストっていうのがあるんだけど、参加してみない？え？その日から毎日プログラミングをやった。食事の時も寝る一瞬前までプログラミングをした。一番になりたい。自閉症の人は一番になりたいという欲求が他の人より強い。結果は2位だった。すごいじゃないか。うちらエフラン大学の星だよ。なんで、なんで私が1位じゃないの？2位でも十分すごいよ。いやだ、1番じゃなきゃ嫌だ。その後フリーでプログラマーになった。仕事はひっきりなしだった。はいはい、図書館の検索プログラムですね。はい、10日間くらいですかね。はい、今他の案件も立て込んでまして。はいはい、わかりました。よろしくお願いします。ん？ああ、地図、今日から大好きだったゲームの制作に関われることになったよ。ほう、私も今図書館のプログラムの仕事が入ったところだよ。またみんなで夜な夜なプログラミング漫談しようぜ。いいね。君以外にも理解者が増えてきたよ。今日の授業は終わり。また来てね。